ここで今まあ我々が展示してね、イスラエルの十二支族がそのやってきたというのがね、まあ、ご存知だったわけですね。なるほど。まあ、いろいろ勉強してね。ほんな私よりももう昔からコツコツと調べ取られたわけや。でここにまあ展示してあるように平安京の大神事という元大神事、今の広隆寺に弥勒菩薩像、これこう指をこういうこうするんでしょ。そうですね。これは何か言うんですね。これは弥勒菩薩とあのミトラと一緒ですよね。ミトラ神、あ、詳しいな、さすが。ミトラ教、ミトラ教、密教と、密教と、まあ、あのバビロニアの時代全部ごちゃ混ぜになって、はい、で分かれていったんですね。ですね。で、時あのローマのローマ帝国があのキリスト教を認めてヨーロッパに広まったけど、うん、でその中にはこのアフラマズダとか、うん、そのギリシャ神話から始まって、あれ全部基本的にはアフラマズダから始まってるんですね。うん、でそれそのアフラマズダって誰やねんっていうことになってるんですけど、うん、ゾラスターとか関係あるんですか。ゾラスターの僕本見に行きました、古いの。で中にあのオパニシャッド載ってました。これはベーダーの、あのヒンズー教の教えです。うん、同じよこれ言って、うん、でもっと一緒やねんと。だから結局インドのヒンズー教は向こうから来たわけですか。もうすぐ近くやから。密教もミトラなんですよ。密教も、密教そう、あの太陽の神、空海が持ってきた密教もね。アポロンもみんな一緒なんです。アポロンもこれもそうです。ミロもこれ一般的には我々ね、これ三位一体表すちわけ、はいはい、イエス・キリストのね、はいはい、旧約聖書の、はい、だからそれで聞いてるんやけど、これミトラなんですよ。ミトラですよね。これさっきミトラと言うてる人は少ない。知らんね、ミトラというのが何かというのを知らなかったらミトラ言うだって分からん。最近ね、ちょっとまあ否定されるかも分かんないですけど、うん、林さんというのはすごい研究してるんですよ。これ全部暴いてる。ああ、あの YouTube でね、まあ、書いてるのもあると思うんですけど、うん、あのすごい詳しい、あの人これにミトラ神に詳しい、ね、東京の真ん中にね、地球儀が見つかった相手ね、大発見しちゃってね。東京の真ん中で地球儀、東京ってこれ丸いありません、うん、あの道教のね、あの真ん中ずっと見てたら地球儀やったんですよ、うん、丸々一緒なんですよ。つい最近発見した。あ、そう。はい、それ今初めて聞いた。一回見てみてください。YouTube 出てますね。出てますね。あ、まだ見ますわ。じゃあ、で、なんか資金はなんか寄付してとかいう言いかけがあったんで、うん、あ、面白いな。だからこれミトラと言っても一般のね、これもしこれ YouTube にもし上げるとしたら、ミトラ最大の謎ですよね。わからないと思うんだけど。ミトラとキリストがこれ最大の謎ですよね。うん、そうなんです。どういう関係やねん。これミトラを知るためにはかなりいろんなことを知らないと、ね、このミトラというのは、私もまだミトラというのはそんな詳しく分かりません。だいたい今おっしゃっておられる内容は読んだから分かるんで、これが非常に重要なんですよ。これから調べないかんわけですけどね。でも上はゼウスとかになってくるんで、まあ、ギリシャ神話とか絡んでくるんで、うん、でミトラで、あ、上のあのだからアベスタというか、うん、そのアフラマズダとゾラスト教、ゾラスト教、あ、この関係がどこ探してもね、ボーっとしてるんですよ本。ゾロアスター教、ハイカ教というのは、ね、あのチグリス・ユーラテス川のですね、はいはい、イラクですか、イランか、はいはい、そうね、にそのハイカ教の寺院が残ってるわけですね。で、今はもうそんなもうなんか廃墟になってるところの中を見るとですね、四角にこうなって天井があってですね、はいはい、でイスラム教の祭壇のようなものが、はいはい、まあ、向こうの、はいはいはい、形としてあるわけね、はいはいはい、それがそのイスラムの聖地を向いているのかどうか知らないんで、イスラムのイスラム教の場合はそれはその場所からイスラムの聖地を眺める角度のところにあるわけだ。そこを見てイスラム教の人たちは拝むわけですわな。ただからそのあのユダヤ教より前やったかも分からない。ゾラスタ教は前です。でそのアラーっていうのはアフラーのナマットと言われてますね。アラーはアフラのナマットもんですか。アフラマザーのこうちゃうかって言われてます。なるほど、はい、でアフラマザーの鳥の羽って言ったらあれが、ね、誰やねんありますわ、羽がね、誰やねんみたいなとこが今すごいぼやーっとして、それがユダヤのなんかあのアイマークになったりしてますわ。そうですね。ヨーロッパの人たちはあの絵柄の国旗というのか、その章をやってますわ、はい、あれ一つの。これでヘラクレスの見てみたらアフラマザー丸々出てましたから。そうですね。だからギリシャはもうアフラマズダ、鳥の子孫、鳥がねこう羽ばたいてるんですね。でミトラが出てきて、でミトラはキリストとそっくりですよね。そっくり。で でこっちがあの何やあの二つに分かれたんですね。キリストとミトラと分かれて、でこっちがミトラ完全になくしてしまって、うん、キリストがバーって出てきた。いやほんまにキリストとほんまかいなみたいな、うん、そうか一緒の人間なのかな、どうなんかな、うん、あの受胎告知して生まれたもんみんな一緒ですよね。でこっちの方が100年早いって言われてるから。
ミトラの方が100年早いんですか。ミトラは密教やから、うん、空海にも通じてくる。空海通じてきますな、はい、で空海とこれとまさか一緒は思わなかったんですよ。びっくりしました。ギリシャ神話となんで空海一緒なんだろう。だから空海はね、私が調べた中では24歳の時にね、はい、奈良でね、はい、外国から来た、はい、あの人たちに元護寺とか大安寺で、はいはい、学んでるんですよ、世界の宗教、はいはいはい、で24歳の時に三号四季というのを書いてるわけ、はい、それ読んだらね、はい、世界の宗教で人間とはどうあるべきか、何が大事なのかというのを空海がちゃんと、自分もその中に出演してね、家族も出してきて、おじさんも先生も出してきてね、追求しとるわけです。だからそのなんて空海がで結局太陽信仰でその比喩を元にして変化してるじゃないですか、うん。で僕今クリシュナ勉強してるんですけど、クリシュナね勉強してる、インドにクリシュナだね。クリシュナは太陽神に教えたんですね。で太陽神が、あのあ、ま、マヌに教えたんです。マヌってそれがマヌ方法になって、マヌ、マヌインドになってるんですよ。でクリシュナは誰やねんってイライラするわけですよ。クリシュナというのはあのインドの女神じゃないんですか。シュってあのビシュナなんですよ。ビシュヌ三本柱、ビシュヌが創造主って言われて、うん、ブラフマがヘゾブラ生まれて、はい、宇宙を作ったって言われてるんですよ。でこのなかなかこのクリシュナ関係の証しというのもなかなかないんですよ、うん、もうそれずっと探してるんですけどね、まあ、カンボジアにそれらしきな彫刻の掘ったような伝承がありますわな、はい、あれ何とかいう物語が、はいはい、あのマハバーラタと、うん、あのそうそう、もう一つサルのハルマーンのね、うん、あの名前それなんかなんか表してるでしょ。そういうところであのクリシュナが実際に人間として生まれ変わって、うん、あの世界最大の弟子あるんですよ、はい、でそこであの神を表して、うん、であの弟子に教えたんですよ、はい、でそこ本読んだら神の世界なんか地上の世界なんか分からんですよ。だから神の世界になってるけど現実の信仰が当時あったわけです。でそれと、うん、このアベッサの中に入ったってあのびっくりしたんですよ。アベッサの中にウパニシャットが入ってたらびっくりしたんですね。アベッサウパニシャット、ウパニシャットあの図書館の秘蔵のやつ出してきて見たんですよ。これインドの教えに入ってるってインドなんですよ。びっくりしたんですよ。だからインドとねあのチグリス・ユーラセルガースと途中に、はいはい、もうインド洋を通じて来てるし陸から来てるわけですよ。です、ね、全部インドに。そうです、ね、だからインドのヒンズー教は我々見てもわからないんだけど、うん、そこにその火を焚きますわな、うん、不動明の日本で言えばあの火を燃やすというのはインドのその神事の時に火をぶわーっと燃やしよるわけ。アグニって言いますよね。それアグニって言うんですか。アグニって言う。アグニアグニアグニ神でぶわーっと燃やす、あれがねゾロアスター教でありハリカ教なんです。それが日本へ来て密教に変わったわけですよね、はい、持ってるも一緒ですもん、うん、空海が持ってるこうなんかこんなん持ってません、うん、あれあのゼウスかなんかあれ持ってるんですよ。持ってるんですよ、そうじゃな、びっくりしました。なんで密教と関係あるのかなって初めびっくりしました、ね、うん、だから空海はそれを学んできたわけ。それが日本でおって分からへんから本場の当時国際都市であった長安へ行って、はいはい、それを学びに行ったわけです。で慶賀和尚からそれらの神器をね全部学んで、はい、であのその祈祷の仕方ですわな、はいはいはい、あの廃家教のその儀式の仕方、はいはいはい、それを3ヶ月で学んだからもうあなたには伝えることがない、うん、日本ですでに古文書とか全部マスターして中国語も、うん、はい、もうインドのそのヒンズー教も、はいはい、ひょっとしたら私ヘブライ語まで勉強していったんじゃないかなと。でそのヘブライ語がねカタカナと似てるというでしょ。そうですね、だから空海カタカナカタカナも作ったんじゃないかなと私は思って、ね、それは否定する人もおるんだけど、それから空海の書いた僕には展示してあるんですけど古文書の中に漢文ね、はい、それからあの梵字、それからひらがなカタカナで書いた文を空海が残しとるわけです。色からっていうね、うん、で色はにおえどっていうのが密教であるじゃないですか、はいはいはい、色はにおえどは空海ですからね、間違いなく、はい、だカタカナも私空海ないかなと私はもう類推してんの、はいはい、ここがなんかだんだんできへんわ、うん、じゃあこの辺がやっぱりね高校 2,3 年ですよ。ブワーって分かったのはネット。そうネットすごいな。ネットの世界でみんながね本も頭指示出してみんな知ってたんですよ。頭のある自分がこんだけ勉強できるのびっくりしてましたよね。みんな知ってたんだけど個人では、しかし発表の仕方が知らんから、はい、あのそれぞれみんなもうずっともう調べてはった、うん、それがネットの世界でも手軽に発信できることになったからみんな出してきたわけ。すごいですね。だから
もうその辺にやはろうもう偉いね大学の先生とかね、そんなんもうそんな類じゃないの、嘘ばっかり言うとできないじゃんやってきますね、偉そうできない、嘘ばっかり教えとったわけや、一般の人の方がずっと真面目にもう追求してはった、それがもうネットに出てきたから、ね、もうそれが真実、まだできませんでしたからね、そう仕方ないですもうすごい人がいるわけです、この日本人には、このインターネットすごいですね、革命ですよ、本当びっくりしますわ、うん、だから それも私も数年前から知り合いしてきてね、でここにまあこれ展示せないかんなと、で現地行ってそれが本当に本当なのかどうか確かめないかということで全部行ってきたんですよ、すごいだからシナゴーグ見たけど、一番古いシナゴーグのやね、礎石に書いてるダビデの星のね火も写真撮ってきたし、であのシナゴーグの中も見たし、イエス・キリスト生まれたところとかね、それから司会文書、それからガリラヤ湖の域ね、全部見てきたわけ、どういうところなんかを、だから見てきたようだって、そんなもんまあ10日ほどやから大したことは見てないんだけど、もう現地のいろんなものを見てきたらね、まさに日本のねこの神道はね向こうからやってきたっていうのを確信したわけ、あそうですか、でここでもうその3年ほど前からも発信してるわけ本格的に、でこれこんなん見てね、そんなバカなことはないって怒って帰る人にあるんですよ、わからない人にあの覚えただから、あ、ね、でもこの徳島にもこの3つのやつあるんですよね、徳島3つのこ3本柱、シャン、ヤン、ショード、あの3柱ですよね、そう、これあの奈良にもあるでしょ、三輪山の近く、三輪山もありますね、これだよね、うん、だからあの京都にある、うん、あの渦政にあるこの3本になった柱ありますね、うん、あれも一緒だよ、渦政はあの旗師が住んでるんですね、旗師のあれは3本柱、うん、これ三井三菱住友もうあの三井住友もそれですか、そうですよ、ああそう言ってると知らなかったんですね、元彼らも一緒ですから、あだから平安京はですな、あのイエルシャラムの地でしょ、うん、そうですね、イエルサレムの町を作ったわけですよ、でそこにあの中国の大神事と同じ場所に広隆寺を作ってですな、はい、畑氏の宇治寺と、はい、あれ畑氏の宇治寺でしょ、広隆寺なったわけですよ、そこにこの像があるわけでしょ、三寅神、我々はこのあの果たしが経験はやからこれがあるのがおかしいですけども、だからねこれ持ってるのがすごい、私聞きたいんやこの渦政寺にこれがあるわけで、これは空海が送った、空海じゃない、あの聖徳太子が送ったって言われてますよね、でこの像が実はあの朝鮮半島の慶州じゃないわな、あの国立博物館にね、はい、この小さなやつ、このくらいの20センチぐらいの、はい、像があるんです。あったんですよ。もう十数年前に行った時に。あ、行かれたんです。でこれと石やと分かったわけ。写真を撮ったやん。その写真が一生懸命探してるんだけど見つからへんわけや。フィルムの時代や。林さん用でこれあの解説したんですわ。うん、これだからか向こうにあるからあそこからやってきたと言ってはるわけや。くだらあたりから。まあまあね、ところがね、私あの朝鮮半島ももう何回も行きましたね、はいはい、博物館見、現地見ね、はい、向こうから日本の歴史が全てやってきたのにちょっと無理です、あこっちのやつが向こう行ったみたいな、日本人が向こう行って伝えたんじゃないかなと、もうそれは前方後円もあるけど小さい、あそれ嘘くさいですよね、こういう像もあるけど日本人が向こうへ行ってね作ったのか、はい、あるいは中国から日本へ文化が来たから、はい、その時にも同じように高句麗からやってきた人たちも一部来て、うん、その日本と同じような文化が残ってるんじゃないか、あるいはそこからやってきた人が朝鮮半島を経由して日本にやってきた、はいはい、いうように私理解してるんです、でもあのそこまでこうなんか溶けてきたっていうのはすごい、溶けてきたんです、すごいですね、わがつながった、昔そんな小学校の時中はそんな考えられる、そんな誰も考えられない、それはいろんなところを見てこない、数年ですよね、いろんなところ見てきて、本当に見てきはったからほんまに、ね、竹の内に書いて、竹の内文字に書いててもそんなありえないと思うんだけど、世界各地歩いてきて歴史を調べ、それ普通の古文書学とか調べてるだけではわからんけど、民族学は私好きやから、民族学は伝承してきたもの、絵柄では形にあるものを全部勉強してきたから、それらがもう古文書類、伝承、それから地形、そこで伝えられてるもので、ネットで発信されてるもの、まあ、いろんなものを類推して頭に描いてみるとスーッと通ったわけです。で来年の2月に向けてこの、里帰りしてきたというものをですね、一冊の本に作らないと、さっきの本は向こうからやってきた人たちのことばっかり書いてるから、渡来時のことばっかり書いてるから、むしろ日本から竹の内文字に行って、スメラミコとか世界に行って、ご主義人が広めて、でそれらの人たちがもう向こうは生活できない、植物も食べ物も取れなくなったから世界に散らばって、その人たちがまた日本へ帰ってきたんじゃないかと、
里帰りしてきたんじゃないかと、日本の縄文人が。だからその向こうの人たちがそのあの、お柱祭り、おはあの諏訪大社の祭りある、うんうん、御柱祭、大きい柱をなんか上のほうがバーッと下ろすでしょ、あれそっくりの、あれなんかオリンピックの時にはね、向こうの人が見て、なんであんなもんが日本にあるんやと、我々があんなあったのにはね、今はなくなったよ、向こう外国では、なんで日本に残ってんなんてびっくりしてやね、訪ねてきてはるわけ、続々とイスラエルですよ、ね、その人たちと話した和尚さんがここに来はったって。ええー、すごいな、へえー、そうなんや。ほんで彼らはやね、大牛座を、大犬座や、大犬座の星を頼りにですね、インド洋マラッカ海峡太平洋を渡って奄美へ来たとおっしゃったらしい、記録が出ても、はい、で奄美はあのシュメール語では海洋民って言うんですって、日本語に訳すと、要するに奄美が奄美という、今の奄美大島のあの辺りって奄美と言われとって、地名は奄美はシュメル語であって、それを現在の日本語に直すと海洋民と言いました。海洋民に会ってきた、シュメル語、だから向こうから来たんやなというのを、まあ本で書いたわけ、今年の2月に。ところがもうそれだけではもう赤いなってきたわけや、竹内文書をこれ調べたら、竹内文書が事実に近いということになってくれば、日本から向こうは世界に散らばって、それらの人たちが今度里帰りしてきたというのを書かないことには日本の歴史わからへんでしょう、それは分かってきた。いや、それはすごい革命的なことです、ね、革命的なこと分かった、ここで発信してます。ちっちゃな国がね、元やったで。だ日本人はね、なんかもうサルバネとかね、いうな形ではね、全部文化が中国とかなんかやってきた我々民族であると。で、朝鮮半島は百済からやってきたんやと、日本の歴史我々学びましたと。百済から全て日本の歴史は学んできたんやと。の教えられてきたけど。しかし百済、逆に言ったら百済にそんな形跡ないわけですよ。おかしいというわけや、だから、もう声大声発信してるわけ、うん。そこを経由してきたと分かるわ。でそれらの人たちがその先ほどから申しますように真の始皇帝アウミであってですね、あのロフィといってシルク通り の、 その行商人の中から生まれた人が真の始皇帝になったわけ、2メーターの男で目はアウミの人だったということで、向こうからやってきた人で、それの、命令を受けて呂布が、蓬莱山行って不老不死の薬を探してこいと言って命令を受けて、呂布だけが生き残ってですね、で3000人の道断道場を連れて100人の工人、あの米とか麦とか肥料 の、 あの五穀を持ってやね、日本へ数十隻の船でやってきたわけ、倭国へ、はいはい、その倭国へやってきたのが一般的には畑新の里と言われる、その新宮とか、あるいは京都北部の伊根町とか、はいはいはい、富士山とかいう三箇所が一番有名ですが、もちろん佐賀県もあるけども、それよりも先に私は先ほどの竹取物語の宝貝の交流がもう陰王朝一番古い中国の王女とも交流があってですね、奄美にそういう人たちが交流してた、だからそれを知ってて奄美に来た、その奄美の中でも私は徳之島じゃないかというのを分かってきて、魏志倭人伝言ったら魏志倭人伝海の中ですよね、大海の中にポツンと浮かぶ島やと書いてあるんです。ほんならもう、まあね、かなりね、しかも大砲軍から東南1万2千里で、忍法海警、あら、東屋か、東屋の東と交わるところって書いてあるわけや。しかしみんな読んであるのや、そう九州で南へと書いてあるのに、そんなところに我々は学んだ歴史がないから、その文章は間違ってると理解して、大和や、いや九州や、そりゃそうや、日本古事記日本書書いたらそんなもん続いてるなんて話誰も知らんわけやから。邪馬台国の徳之島やったら確定したら、ここが邪馬台国の徳之島のね、はいはい、あの確定できた展示物なんです。これ先ほどの大砲軍が東南に、ね、そうですね、でこう忍法からの東のところ徳之島の奄美になるわけ。なるほど。でも順番にこうわーっとこうやってきてね、私がまあ続いてですよ、九州のこの辺なんでね、はい、那国とかね、東馬国とか、はい、いうのを東へ南へ、はい、で南へ南へやってきたのを類推していくとですよ、この経路で九州を伝わってきたのではないか。あ、なるほど。いや、この辺ってみんな言ってますけど島ってね、みんな気ぃつかんかった、大海の中の島、ね、大陸から見たら日本列島は全て島に見えるから、大和であってもおかしくないという説なんだ。なるほど。しかし
大陸から見たら確かに島にこう見えるけど日本列島ですわね、はい、島じゃないですわね、はいはい、大海に浮かぶ島なんですから。でそういう証拠品があったんですか。証拠品も卑弥呼さんやはりあるんですか。これ絵は書いてあるんですか向こうに。これは呪い歌、卑弥呼の遺体、弥生時代の卑弥呼がいた時の遺体ちゃんと写真撮った。その箱ですか。箱、ああその骸骨ですか。骸骨、これ左側が実際に最初に見つかった卑弥呼さん。いや本当ですか、すごいな。卑弥呼の像、卑弥呼の像やこれ。あ、ちゃんとあれを持ってますね。で姫ハブね、姫ハブがおったからここに誰も入ることなできなかった。ジョフクの像、ジョフクも来てますね。ジョフクの像は、ジョフクの古墳もあるわけ。いいすごい。ほんで長寿の島でしょ、はい、あこの人もね90歳100歳の、はいはい、あの邪馬台国90歳100歳の人がいっぱいおったと書いてるわね、はいはい、長寿の島とか。あこれ泉重一郎さんギネス国に乗って120歳かなんぼ、はいはい、で女の人も本郷かまどさんかなんかいう人もギネス国に乗ったでしょ、世界最長。今でもそうや、今でも90歳100歳の人がもうピンピンしてありますわ、いっぱいありますね。で呪い歌、この呪い歌一般の学生の先生方はね、これ沖縄で走ったって言ってあるわけや。沖縄へ伝わったんや、奄美から。奄美が先なんて、さっきのシュメールの話してるでしょ、はいはいはい、紀元前の何来たわけや、そこに奄美に来たわけや。それが沖縄に伝わって、沖縄に伝わってその後またその薩摩の南海とかなってやね、また沖縄から奄美の方に渡ってきたりして、現在のそのそちらにもあるように三つ鳥居のようなそういうようなものが徳之島に残ってる、これも残ってたらもう完全ですね。完全でしょ、ね、すごいんだこれ。これすごいわ。ほんで味噌なんです。味噌ってことですかね、あの実の葬儀って漢文ではここ下から3行目赤い身の葬儀、身葬って書いてある。蛇の葬ですか。ああ、うん、でこれは中国の漢文は一字一字意味がありますから、身、はい、であり葬であろう。で身というのはどういう意味なのか、葬はどういう意味なのか。葬はまあ葬儀の葬、うん、で身というのは方角を私は表す。身の国、はいはいはい、身の国ってちょっとこうなるでしょ。うん、それが向こうの人たちの思想なんですよ。先ほどの聖徳太子の思想。ちょっとで住んでた仮想のあれが左へ傾いた家の建て方でしょ。その方角に星があって敬う思想なんです。そのように葬ったんです。なるほど、拷問バチなんです。その通りにこの卑弥呼さんが葬られてたっちゅうわけ。なるほど、これで海南島、海南島と同じね気候でしょ。これじゃあここの住んでる人みんな知ってるんですね。いや知らない、知らなかったんですか。いや、あの私が入られんから、蛇が、あ蛇がへ、あの毒蛇がおるから入られん。これ洞窟やったわけです。今は洞窟なんですよ。すごいなこれ。蛇がおるから誰も入らなかった。うん、で手前の方だけは、はい、あの一般の人たち の、はい、あのお墓になってたわけ。うん、で向こうは土葬なんです。で土葬やけども仙骨儀礼というのが行われてる、ね。はいつまり1年か3年して掘り出して、はい、で次の人の葬る場所を確保するために海の水で洗って横へのけといて、骸骨なんかをこう積み上げたったわけ。だからそれを見た人が徳之島は風葬やと、はいはい、はい、いうことを言うてはるわけ。風葬やない、僕は土葬だ。でもそれからしても学者の先生方間違った、大間違い。私はもうインドネシア行ったりね、世界のトラジャーと行ったり全部見てきた。風葬はどんなところであるかとも現地見てきたしね、もう確定も分かったんです。それは風葬のやり方とは違うというのはもう確定できてるんです。見つかったらいい。これすごいですね。で この像もね現地で見つかってんの。これ日本人じゃないでしょ。これ見たことないです。裸足なんです。邪馬台国は裸足やったっちゅうみんな。で胸にピカピカってるでしょ。マガタマじゃないでしょあれ。なんかもう日本の卑弥呼さんはね、映画ではマガタマを首にぶら下げてはる、はいはい、マガタマは日本では日本の本土ではマガタマのように見えるけど、巫女さんは、うん、はい、違うわけや。うん、石ですよ。ね、中国は石でしょ。そういう思想です。全然違うのつけてるでしょ。で頭の髪の毛なんかも違うでしょ。うん、洋服も違うでしょ。日本人とは違う。だから最初これ楊貴妃かなと思ったんやけども、楊貴妃ではないなと。よかった。
で匂いを持ってるわけ、匂い手に、うん、あの王さんのあれ王さんので、ね、でこの匂いの頭のところはね、うん、あの姫ハブの頭が三角形になっとるんで、でその持ってる下の方にこの門があるの、この門、はい、この門分かります？雷も雷が鳴る、雨が降れば、これはあれあのイスタールのマークと一緒やね。あ、イスタールのマークと一緒ですか。イスタールのこの渦巻きです。あ、四角の、はい、こういう渦巻き、あ、すごいすごい発見やね、渦巻き、あの四角のイナンナ、イスタール、あ、イナンナね、はい、全部こうやってこれまでついてますんで、あ、それはあのあれというんですね、ジャマスの、ああいうあれとは違う、丸じゃん、あんな感じやね、あんな感じでしょ、あれは我々は、ま、モンゴロやと思う。あ、このマーク、これは四角ですから、ちょっと違うわけ。で、これはなんか江戸じゃないわ、なんかあの駅舎がなんこんなこんなマークようなものを持って、八景とかいうの、ちょっと似てるなというのを思うんだけど、はい、それがまあ卑弥呼の呪い歌の、まあ、そういうのにつながってるかもしれないし、うん、これ何と思われる、この左上の方にね、マガタマみたいなのあるでしょ。ありますね。あれ何と思われる。マガタマじゃないんですか。マガタマにしてはちょっと形違うでしょ。こう左右に頭のところがあるでしょ。で、あの頭の後ろにこのバッとあの長いもん刺してるでしょ。あの人ですか。え？人の後ろにあれなんやと。これはあの王さん表すやつじゃないですか。王さん表すんですか。あのアフラマズダとここの丸でこう毛が伸びたやつ。うん、アフラマズダね。みんなつけてるんですよ。頭はそうな、頭の帽子みたいなそうなってるんだけど、後ろにブワッとこうそびえ立ってるのがあるじゃないですか。立ってますね。羽みたいなやつが。今度も初めて見ましたね。でしょ。うん、これは何かわからんの。これだけ来はった人がね。うん、これは後ろのこれやないかと。これ。ああ。これ大乗祭の時にね。ビロ大乗祭の時に屋根をこれで拭くんですよ。これやないかな。この左側にある。これを頭に刺してるんちゃう。羽にしてはね、また羽かなと思ってるの、羽にしてはちょっと長すぎるかなと。これも見たことない、ね、顔の大きさからしたら顔の倍ぐらいの長さになってるでしょ、うん、人間の顔の倍ぐらいの長さの羽あります、うん、それはでかい鳥がやったらあるから、そんな日本におったかどうかいうことを考えるとね、羽でないかもしれへん、微量かもしれない。で胸にはこの数珠みたいな、ちょっとまあ石ですわな。でこれイカハッタからこれみんな見つかったんですか。そういうの現地にあるから、現地で撮ってきた写真ですから。すごいね。で他のこれも島の人知らなかったんですか。これも現地のその服装ですよ。呪い歌の服装ですよ。これね、こんな日本にないでしょ。ないですね。これなんか南方系いうかね、うん、これは卑弥呼さんが表すそういう伝承のね、そういう服装やね。上司というかそのね、あの神がかりの、ね、神がかりの呪い歌ですから、信者する人。あれもそのアフラマゾラアフラマズダもこうなんか薬飲んで神がかりになってこう、うん、あの言葉を下ろすらしいんで、うん、みんな一緒なんですね。そうですな。すっごい、これすごいですね。あと これは決定だな。これ世界中にもの本書いて発信してますよ。本書いて売れますね。これ、はい、これは中国人が書いたね。はいはい。あのユーラシア大陸の地図なんです。地図、はい、で、あの右端の真ん中に日本国ってあるでしょ。あ、日本国ってありますね。その下に読まれへんの、和があるでしょ。和、あ、和ね。和の下に大琉球。大琉球になってますね。そのちょっと左下に小琉球。小琉球になってます、ね。つまり沖縄ですね。沖縄。で、それ和いうところのあれです、大和ですね。うん、和。和国。大和。卑弥呼の邪馬台国は和国と言われてましたから、はいはい、 そうね、その日本国よりも大琉球に近いでしょ。あ、これ日本じゃないね、感覚的に中央から見たら。ちょうど奄美和という国なんですね。奄美の場所ですよね。ね、あ、この地図もよう出てきたんですね。すごい地図です。これは4つの海の蚊、恵比寿の総図ですよ。はあ、これ向こうでコピーしてきはったんですか。いや、これ日本のね、ある人がもういただいた。へえ、小泉さん、こんなんありますよと。これ和国書いてます、ここに。あ、ほんまや、奄美が和国やったんや。思わずね、うん、すごいね、これすごいでしょ。これ決定ですよ。これこれすごいです。決定ですね。決定、これ決定言うてんねんけど、みんな誰もここに来た人は、あ、なるほど、すごいねっていう話してだから。でね、
邪馬台国 の, その西にね島があるって書いてある、はい、だ 今頭で想像したらね、奄美の西の方に島ないですわな、ね、今もほとんど、うん、ところがこの古い地図、これあの国際古地図学会の人からもらって、これちょうどあの朝鮮半島があって日本があってね、北海道ないでしょ、はい、昔の古い地図は北海道なかったんですよ、うん、らしいですね、うん、でその朝鮮半島のすぐ下の方に理由起由って書いてあるんですよ、理由起由とカタカナで理由起由って書いてあるわね、理由起由朝鮮って書いてある、朝鮮とかの下の方に琉球が理由起由ってカタカナで書いてあるでしょ、はいはいでその左下なのにこう ロソーって書いてあるのかな、うん、なんかそれあのインドネシアとかそういう類のあたり、台湾市かな、台湾、台湾って書いてあるな、台湾かも、台湾って書いてあるからね、その下はロギルソーって書いてある、ルソー、うん、インドネシアのルソントとかインドネシアのそういうのを表す、だからこの地図嘘やないわけや、うん、ほんでそのちょうど琉球のね右の方見たらね、大民会って書いてある、大民会書いてます、大民会の右側にいっぱい点があるでしょ、あります、あります、あれ島じゃないですか、点点点点、ちょうど奄美のすぐ西の方にいっぱいここの地図で島があります、今はないですよ、だから島が陥没したのか、うん、そうですね、海の水が上昇したのかによってあの島が見えなくなった、あでポツ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 いっぱいあったんです、島あるわけ、ちゃんと魏志倭人伝に書いてあるわけ、邪馬台国の西側に島があると、この地図でも拡張です、あ拡張ですね、これいやすごいな、でもいいでしょ、まあ、ちなみにね、まあ、さらにまあこれ古いさらに地図これ、はい、あのこんな正確な地図がもうすでにあったわけ、古い時代にすごいね、これでも日本真ん中に来てますから、朝鮮半島がちょっと朝鮮半島の麦とかね、日本のあれも雑やけども、これ見るともうなんかあの四国はやね本州とくっついとるでしょ、くっついてますね、ほとんどもうくっついてるでしょ、かなり古いこれ、だからこれから見ると四国と本州は昔はくっついとったと、で九州もくっついてたんじゃない、それがある時期に地殻変動が起こって瀬戸内海ができたんやないかなと、紀伊水道ができたんやないかなというのを思わす地図、北海道ないでしょ、でもこれも全部北海道ないですね、これもないでしょで古いねこれ、だけど南西諸島乗ってるでしょ、中国に一番近いというのを知ってたわけ、外国人もヨーロッパの人たちもこの地図を見ながら日本やってきとるわけです、いやこれすごいなこれ、ほんでこのねちょっとこの地図小さいんだけど、大和説を述べてる人はね、この真ん中の地図あるでしょ、はい、これ日本列島下に向いてるでしょ、なんかね逆さ向いてる時代があったって、逆さ向いてる、これ朝鮮半島で見つかった地図を、はいはいはい、これをひっくり返ってますね、これを例に挙げて、うん、大和が南にあった、なるほど、その後日本が地殻変動してグググググググと90度今の現在に戻ったっていうわけですよ、うん、この地図で大和説を述べてある人の説です、言うとありますね、確かに、ああ、うん、本当にそんなうまい具合に日本列島がね90度今の現在こんなもうなんていうの、太平洋のど真ん中の台湾あたりにあったね、うん、あの日本列島がやね今の現在のところにグググとそんなにうまいこと動いたんかなと、うん、ね、うん、この2000年ほどない2000年足らずの間に、うん、おかしいでしょ、うん、だけどその当時に同じ地図作られてた地図ね、日本に2つか3つある地図はちゃんと正常な日本列島あるでしょ、うん、なっとるじゃないですか、上も字も同じじゃないですか、上も下も、うん、列図嘘やねん、だからこの朝鮮半島で見つかったこの日本列島の地図はね、邪馬台国説を述べるために分かりませんで、この地図を誰かが改ざんした、なるほど、あるいはやね、このギリギリになってるから右側の県境が国境が地図の、だから日本列島どうしても入れないかんか、入れよう思ったら右のはみ出したところもやらないかんから、その横長の地図になるから、このユーラシア大陸の全体を拡大した分かりやすい地図にするためにはね、日本列島見るとかなあかんと、ユーラシア大陸の一員やから、で下に埋め込んだんやないかと、こういう場合に、まあ人よその国やからそういうふうに見られるんやけども、しかしこれは私改ざんしたんやないかって、大和説を述べるために私はそのように思う、すごいな、この銅像すごいな、これないでしょ、でこれもね千枚だ、不老長寿、不老長寿の岩石、ちゃんと化学分析で老化防止の効果があるわかった、
そうこの岩がかつては海の下にそうあの沈んでたんで隆起した島なんですよ、徳之島。この岩が栄養豊富な岩がねの岩清水を現地の人が飲んではるから、いまだに。だから老化防止に役立つ効能があって100歳までいじられるわけや。100歳でもピンピンしてありますね。不老長寿のこれ石。不老長寿石。すごい。でこう毎石っていうのがあるわけ。はあ。この毎石がね。これ薬つくだけでもう。私それあの煎じて飲んでますね。だから私多分100歳までいけられると思う。だからこの邪馬台国があと20年かかるわけよ、これ証明するためには。竹取物語で証明するのに20年かかったわけ、ここの場所が。まだ今にもう今すでに3年かかってるから、あと17年以内にはね、この邪馬台国説がもう信用されると証明する。すごいな。石器時代の石があるんですよ、徳之島には。石器時代の毎石、毎石はこう信仰の対象の石ですわ。昔の人たちは石と木と山を崇めたんですよ、その石。あ、これ写真持ってます、あれ、あれが現在の信仰です、現地の人で。アップの写真もあるでしょ、卑弥呼さんのアップの写真も。すごいね、これ。洞窟もあるしね、鍾乳洞もありますからね。卑弥呼は鍾乳洞おったんやないかなと思うとし。へえ、うん。何日ぐらい行かれてたんですか。いや、これ12週間近く。へえ、すごい。現地の人の案内でね。あれ、マンゴーあるんや。え、漢字のマンゴー。へえ。この螺鈿。はい。ホラガイ。ホラガイね。日本の螺鈿あるでしょ、ここ山口が吹いてる、ね、ここは 三品ですもん。ここからの螺鈿を使って大和政権とかが、その螺鈿の貝螺鈿、この貝で作ったわけで、現地にいる、これが一番重要なんです。現地にダビデ王の子孫がやはる。すごいな。24弁の菊の御紋の墓石がある。刀、聖徳太子が持っていた刀を持ってある。こんなん絶対モテたら大変になりますね。聖徳太子子孫よ、結局ダビデの子孫が来たはん。私たちの祖先はいい家はね、 あの人ですか。ダビデ、そうだ、ダビデの祖先です。すごいな、来たはん、間違いない。ちゃんとあるやん、両方があるわけですから。へえ、すごい。だから18弁なんてのはもう、へえ、確かにないわけや。24弁の古い、これ全て分かったということですね。これで邪馬台国説が確定した。証明されるのに20年かかりますわ、一つの。20年、とんでもない説は。それはものすごい、とんでもない、とんでもないことが解体するみんな関係あり全部飛んでしまいます。全部飛んでしまいますよ、ね。古事記、日本書紀がね、藤原不人で日本の歴史の今までやってた説が全部飛んでしまいました。まもなく邪馬台国説全部飛びます。飛びますね、飛びます。もう見てるまで、これを批判できる人いないですから。それはいないですわ。批判してほしいね、この間違いやということを。できひんですよ、ここまで分かったら。もすごいですね、うん。ただね、この墓がね、前方後円墳であったのか、あるいは円墳であったのか、洞窟だったのか、これが分からん。今は洞窟になって、で円墳に埋めたのが経年変化でそれが洞窟になってしまって、でたまたま洪水で土砂が流れて、貝塚が見つかったから発掘を開始したわけです。そしたら奥の方にこの卑弥呼さんがいたっていうの分かった。石の下に卑弥呼さんがいたっていうの分かった。この話初めて聞きましたね。ネットには載ってないですね、まだ。ネット載せてますよ。載せられます。 YouTube でバンバンやってます。また見てください。 YouTube と検索、徳之島邪馬台国を竹取沖の博物館と検索していただいたらバーンと出てきますから。で現地のカッサンも今発信してますから、あれなやな、ブログで僕の発信してます、うん。まあそういうことがね、分かってきたということですね。